男の人みたいですね。いわゆる恋人、男の人とか恋人とかってわからないじゃないですか。なんかこうまだ私もその音楽に対してこう始めたばっかりというか、本当勉強し始めたばっかりなんで、男の人のことは勉強しても一人一人人間違うんでわからないと思いますけど、まあ、音楽は自分が分かろうと一生懸命勉強すれば一歩一歩こう受け入れてくれるじゃないですか。だからちょっと癖のいい男の人っていう感じですね。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。
ですね、ライブハウスでやらせていただいたのは今回初めてなんですけど、全然やっぱりコンサートホールとあとライブハウスっていうのは頑張るぜ違くて、なんか本当もうだから例えばこうやって今日みたいに風邪をひいて苦しいって思えばそれがそのまま見ている人見てくれてる人聞いてくれてる人に伝わっちゃうし、あとみんなが例えばなんだ面白くないなとかなんだ下手くそだなとか思えばそれがそのまますぐにこう返ってくるっていうか、あ今こういう風に思ってるなっていうのはすぐわかるし、だからコンサートホールより難しいと思うんですけど、でも楽しいからなんかもっともっとライブハウスでやって勉強し直してまたライブハウスに行きたいなって最終目標みたいな感じかな私にとっては。
絶好調私も前回バリバリですじゃんじゃん盛り上がっていてくれればいいなと、ジョークにもならない声です。しない、そんな思いさえ
初めてはいるんですけど、なかなかねこれが難しくてね、やっぱそう簡単にはなんかお前まだ甘いよ、ちょっと勉強本当にギターやりたいのって、こううちにいるギターがジョニーくんって言うんですけどね、ジョニーにいつも怒られるんですけど、本当はギターなんてやりたくないんじゃないのって、そんなんじゃ俺はならないぜって言われちゃうんですけど頑張ってちょっと練習します。久しぶりに曲作りたいと思う、うん、曲も作りたいですね。今度アルバムでね詞は書いてみたんですけど、やっぱり全部ね自分で一曲作り上げてみたいなっていうのありますよね。今日は
So will you
どうか失くさないで、温かな手
しく伝うほどもあなたと二人歩きたい My days 見守るようにそばにいてくれたね本当に大切な人がやっとわかったの心それしかもっと勉強してそれで、うん、なんていうんですかね、あの自分で家にいてもあなんか聴きたいな今こういう気分だから今日はこの曲が聴きたいのって言って自分の曲を選曲するぐらいのなんかこう歌を歌えるようになりたい、うん、もっとライブとかやってもっとたくさんの人となんか一緒に盛り上がったりとか感動したりとか、うん、一緒に分け合えたらいいなっていう、うん、今やっぱ一番歌がやりたいですね、
一緒に歌ってください。